どうも、遊戯王大好き芸人です。今回は、東京ドーム遊戯王公演ですね。2024年2月3日4日に行われる、それで売られる物販の大体5つぐらい商品があるんですけど、これの買いランキングみたいなのを発表したいと思うんですが、買えるまでに残り1週間ぐらいなんで、まあ役に立つかどうかはちょっとわかんないですけど、まあもう買われた方も多いんじゃないでしょうか。この5つですね。では発表したいと思います。1位から発表したいと思います。最初は買いだと僕が個人的に思うのはこの精霊術の歴ですね。なぜかというと女性カードが非常に多い投資向けで、もうまあこれは東京ドームバージョンの全てフォイルになったバージョンなんですけど、特別なで値段もちょっと高いですね。3500円ですね。なんですが、もうすでにこのカード、このストラクチャーデッキは、ノーマルバージョン売られていて、1400円ぐらいかな、定価は。だけど、まあ、Amazon で2500円ぐらいですね、もうすでに。でもう買えないと。で、まあ、東京ドーム限定なので、まあ、3500円より実際、多分、当日以降、転売で売られるとは思うんですが、まあ、5000円ぐらいはするんでしょうかね。多分、おそらく。でも、まあ、転売目的でなくても、買ったらいきなり得するっていうのが一番、これじゃないかなと思います。で、2番目は、小悪魔の森のストラクチャーデッキ。これですね。それも同じ理由なんですが、まあ、小悪魔の森のストラクチャーデッキは、まだ売ってるところがあります。カードゲーム屋で、Amazon でももうちょっと高値なんですけど、プレ値なんですけど、転売的な価格で、そうですね、まあ、まだ買えるっちゃ買えるし、お得ですね。増殖する G が入ってたりするし、これもですね、そのストラクチャーデッキを2つとも、購入制限が3つまでなので、あんまり買えないという感じですね。なので、高値になりやすいという感じですね。続いて3位が、同率の2つでになります。このプレイマットと、デュエルモンスターズ EX の復刻版がこの同率3位です。ちょっとプレイマットの2つセットがデザインがもう1つ発表されてないんですが、7000円で2つ合わせて7000円、あとプラスデッキシールドが2つつくという。で、もう1つおそらく多分ブルーアイズっぽいデザインになるんじゃないかなと個人的に思います。もう1つのデザイン名が誇りと魂の竜って書いてあるんで、まあそういう感じで、これも、限定3つですね。3つしか買えないということで、7000円ですけど、まあ、投資向きというか思ってて、あんまり値下がりしないんじゃないかなという感じですね。まあ、個人的な感想です。で、もう1つの3位が、この復刻版と。これも3000円ですけど、中に入っているカードが、あんまりね、女性カードが少ない、女性カードと、まあ原作カード、ブラマジと、ブルーアイズは入ってるっぽいんですけど、それ以外のカードになんか、こう、目立ったとか有名なカード、まあエルフの剣士とかは入ってるみたいですけど、あと、どうだろう、バスターブレイダーとか入ってるのかな、そんな感じなんですが、ただこれも3つしか買えないっぽいですね。1人3点まで。なので、まあ、どっちかって僕はこっち買おうかなって思ってます。こっちはちょっと迷ってますね。で、第3位が、これです。最後、ビリ。なんでかっていうと、あんまり、1人13個までかな、買えるのが。12個までだ。かなり買えます。1人12個まで。なので、買う人いっぱい買って、たくさん向くので、やっぱりバラでメルカリで売る人が結構多いと思いますね。これは、この最後のやつは。まあ、結構、これ買いたいなって思う人もいると思うんですが、
なかなかですね、個別カードで欲しいのがあればもうバラで買った方がいいかなっていう思うんですよね。そうですね、発売から3ヶ月後ぐらいには結構安くなってるんじゃないでしょうか。種類も18種類ですからね、全部揃いそうな感じがしますよね。13パックボックス買えばという感じです。個人的にはおすすめはこの2つって感じですね。僕は個人、この2つが3つずつ買って、これはどうしようかね、とりあえず1個買う予定なんですけど、他はうーんって感じですかね。合わせて2万3000円ぐらいでしょうか、僕が買う予定は。まあ、ちょっと、ちなみにですね、土曜と日曜抽選が、ね、2日間あって、まあ、僕は日曜の分当たりました。一番最初にちょっと抽選にトライした日曜が当たったんですが、皆さんは一体どうした感じでしょうか。どう、ちょっと寝起きなんで、変な感じになってしまいましたが、ありがとうございます。